これでハッピー。めっちゃ隠れとる。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことでなんかどこかで、あ、ほらほらほら、風船が飛び寄る音が聞こえたと思ったんよ。ちょい待ってね。なんか結構低いぞ。下向いて落ちてきよんじゃないかぐらい低かったぞ今。イエーイ、卵ゲットー。卵ゲットー。あれ、なんかこれ動画外で風船打ったらお花見の提灯、これも桜家具やね、お花見の提灯の DIY レシピをゲットした。ふんふん、お花見の提灯のレシピを覚えた。もう桜家具も全部は無理かもしれんけども、10日までっていうことやけん急いでね、集めたいんだけども、 DIY で何か作ろうかな。作りまーす。ってことでちょっとまずこのイースター系ね、ん？どこ行った？あ、これか。卵のパーティーハット。かわいい。めっちゃかわいい。イェーイ、卵のパーティーハットができた。そして、なんかその横の、卵のパーティーワンピ。めっちゃ派手じゃない？でもなんかキャリーパミュパミュとか着てそう。こんな感じの服装してそう。さあ、そして、あと一個なんか、たはず。イースターのリース。あ、地面が一個足りねえ。桜系は、あ、石の水受け桜。これが一個作れる。作っちゃう。風流な感じね。石の水受け桜ができた。で、もう一個なんかあった。さっき覚えた、お花見の提灯。なんか和風エリアとかがこれ、桜家具でできるわけやね。お花見の提灯ができた。やったね。地面の卵が必要ってことやけん。よし。なぜ横を掘る？よっ。あ、化石や。まあ、化石のね、寄贈もしておかねばやけん。めっちゃ仲良さげやね、二人。楽しそうに歌いよるし。あ、ここにも穴。よいしょー。はい、来たー。地面の卵を掘り出した。リースを作るのになぜ地面が必要なのかちょっとよくわからないけども。わからないけども。ん？なんかもやっとるハンナちゃん、どうした？あのさ、アイナ。実はいろいろ考えたんだけど、この島を出ようかと思ってる。やめて、ハンナちゃんはダメ。アイナとは住みやすいし、最高の島に違いないよ。けど、よその島にも住んでみたくてね、だってね。ここにいてよ。おや、そんな風に言われちまうと、このまま出ていくには忍びないね。やっぱり引っ越しはやめるとするか。島を出るのはもっとあんたといろんなこと語り合ってからにするよ、だってね。そう、ちゃんといて、ハンナちゃんは。まだね、ライオネルが言ってくるとか、くるぶしが言ってくる分にはわかるけど。わかるけども。さあ、これで。DIY で何か作ろっかな。作りまーす。どこ行った？あ、これね。イースターのリース。これ、扉に取り付けれるってことかな。イースターのリースができたー。イェーイ。これはここで使えばいいってことかな。イースターなリース。あ、かわいい！ほら、こんな感じ。え、めっちゃかわいくない？ね、ドアにまで飾り付けできるのめっちゃいいよね。確実にいいよね。あー、かわいい。あー、かわいい。めっちゃかわいい。よきよき。じゃあ待って、この辺の。あ、なんか一気に卵なくなったね。よっ。で、行って速攻で掘り起こすやつ。よいしょ。なんかキャンプサイトで、キャンプサイトにさ、ああやって住人が来るっていうことは、場所を確保せんでも、とりあえず、あ、とりあえず住人誘っておいて、で、それから家を建てるっていう、まあ、前の、ルーシーの時の方法でもいけるってことなんかな。それやったらね、
ちょ、また私無人島に行こうかなと思うのだけど。ちょ、待って、ちょっとそれた。はい、来たー。プレゼントや、プレゼント。何かしら。レシピ？あ、イースターのバルーン B。そっかそっか、B が。ふんふん。イースターのバルーン B のレシピを覚えた。やったねー。ってことで、ちょっと私、無人島に行ってみようかしら。マイル交換してこよ。二人ともなんか、読書中？アナーキソックス絶対いらんやつやん、うろう。タヌキ開発マルチメディア端末、タヌポートでございます。一日一回にタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。二日連続ボーナス80マイル。ご利用になりたいサービスをお選びください。ってことで、ちょっと久々にマイル旅行券を。最近ちょっとね、外に置くものをいっぱいゲットしていたから、交換します。他に、ちょっと待って。また公園を形作るものとか何か、ゲットできないかしら。交換します。ってかちょっと見てみる。ね。あ、この辺か。砂場あるやろ？公園の時計、パブリックベンチ。でも今なんかちょっとね、アウトドアのベンチがいい感じに当てはまっとるけん。まあ、そこはいいか。観光望遠鏡。これなんか灯台の近くに良くない？ビーチの監視台。どうかな。サッカーゴール。マールコーヒーカップ。これ置いたらもう遊園地になってしまうけんね。え、それじゃあ、ちょっと。ビーチの監視台が欲しい。砂のお城があるあたりにさ、置きたい。商品の交換を受け付けました。商品は郵送でご自宅へお届けします。ありがとう。さあ、ビーチも作り込んでいくぜ。さあ、到着しました。今回のターゲットはこの島です。私はここで待機していますから、お帰りの際や道具が必要な場合には、いつでも声をかけてくださいね。グッドラック。さあ、今回の島は、あ、なんか今までと全然違う感じやね。なにこれ。なんか真ん中にでっかく川が。ふんふんふん。ここはもう高飛び棒必須って感じの場所や。これは、アゲハか。普通にアゲハやった。あ、高飛び棒なくてもぐるっと回れるのか。ここはどういう感じの島なんやろう。あ！なんか見て、これ。渦巻き状になっとる。面白。え？なにこれ、なにこれ、どういうこと？なんか今。え？これぐらいの近場やったら。見てこれ、高飛び棒使わずにジャンプできるんやけど。まさかの。ほら。え？高飛び棒いらんの？マジで？そういう感じ？このど真ん中にある。これは別に特別なものが出るわけではないんやね。絶対なんか出ると思ったのに。くっ。金鉱石が出るわけでもなくって感じやね。卵はゲットできたけど。面白い。面白いね、これ。ほら、ぐるぐる渦巻き状の島。へぇーい。で、こっから先は海に繋がっとるっていう感じか。なるほど、なるほど。釣れる魚とかは同じなんかな？さあ、おいで。あ、ちょっと待って、遠すぎた。おいで。はい、来た来た来た。お？はい、来た。あ、これ、卵。いやね、ちょっと釣る前から思った。大きさ的に卵やなと。多分今サイズのやつ、卵しかないんやと思うよね。え、ということはだ。ちょいと待ってね。あ、こっちじゃないわ。こっちから行けばいいんか。
ちょ、他の大きさの魚影を。あれも多分卵。あれも多分卵。あれ、卵しかないんじゃない？ちょっと。あれもきっと卵。ってことは、この真ん中の川のところあたりにおる魚とかは、どや。はい、来た、一発。これは？船を釣り上げた。船っ子、船っ子。あれ、船は普通に、寄贈してるな。寄贈してるな。ま、ここは、あれやね。多分、取れるものとかは、ま、島と変わらん感じやけど、地形が面白い島っていうことなんやと思う。こういう感じで、ぐるぐる渦巻き状の島です。面白いね。ここまで来てやっと気づいたもん。あ、渦巻きになっとるって。ちょっと待って。写真撮ろう、写真。上。目線。上向いたけども。でもこれあんまりね、あんまり近すぎたら、渦巻きがよくわからんくなるけん。この辺りで上見上げたらいいんかな。ちょ、待って、カメラ。そして、お顔こっち。あ、かわいい。かわいい。あ、これ以上離れれんのか。これで、ハッピー。めっちゃ隠れとる。超隠れとる。まあ、こんな感じだね。かわいい、かわいい。良きかな。ちょ、待って。帰ろう。通れねえ。帰ろ、帰ろ。とりあえず、新住民はおらんかったし、キャンプサイトには来るけど、こういうところにはおらんのかな。なんかありそうやないか、そういうの。はい、帰りまーす。どうも。かわいい。リセットさん普段どこにおるんやろうね。なんか一応緊急脱出みたいなの使わんとおらん、出てこんねやろうなとは思うけど。やっぱ地下かな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、多分前に教えてもらった感じでは、あともうイースターのバルーン B を作ったら今作れるイースター家具は全部終了なはず。だけまた卵集めを頑張ります。